はい、どうした。ついにやっとか、ロンティ、はい、完成したか、はい、梅船員さん金星、はい、ああやっぱりちゃんとこうほら筒状のホールガーメントになってるよ、はい、横に縫い目ないよ、はい、うん、着やすいですよ。はあ、あとどこだっけ、ここにマークが入ってんだっけ。そうですね、ああここね、はい、ホワイトオンホワイト。これ黒がいいな。はい、黒です。はい、黒、あ、黒はここが白になったのね。はい、あ、黒が一番目立つんじゃないのこれ、はい、ロゴ。あ、ここも黒が一番わかるね。はい、ロンティってどうなの、うん、若者的には。重ね着とかで、うん、すごい使うんです私。あ、そうなの。はい、うん、じゃあおすすめです。土屋さんありですかそれ。どうすればおしゃれに着こなせますか。まあ、だからこの上に何かを基本重ねる着方になると思うんですけど、はい、春だったらこの上にカーディガンとか着るような感じがいいんじゃないですか。それカットソー的なもん重ねる方がいいんですか。不白でも大丈夫ですか。不白のシャツでも。そうするとやっぱり長袖なんで、はい、例えば長袖のシャツとかを着ると、はい、その中は半袖とかもやっぱ袖の感じがいい、収まりがいいわけですよ。ただカーディガンだとなんかロンティーでもいいかなって気がしますね。なるほど。あとはまあ1枚で着れるっていうのがいいポイントじゃないですか。うん、半袖よりも生地はいいからな、とにかく、まあ、やっぱ1枚で着やすいってところがよりいいんじゃないですかね。そうなんだな、生地生地がいいからデザイン遠慮しちゃったんだよな。あったとこあるよね。裾はアウトですよね、これ。裾は基本アウトじゃないですか。基本アウトですよね、これ、やはりインしないですよね。基本アウト、うん、そんな着こなしで、ぜひ。これ出来上がりがいつなの、皆さんにお届けできるのは。4月の末。4月の末に、じゃあちょうどいい頃じゃん。そうなんです。これ1枚でいけるぐらいの、はい、美術館でロンティー着てたら結構可能性は大。美術館で白黒グレーのロンティーを見かけたらもしかしてと思って、もうあんまりジロジロ見るとセクハラになったりとかも。袖なら大丈夫。袖を見て、はい、袖を見てもしかしてって思っていただけるとね、まあ、そのさりげなさですね。これサイズは SMLXL の4つです。うん、和田でいくつぐらい M? S? S で大丈夫です。じゃあ俺で M で大丈夫な感じか。うん、俺でも最近腹に取られるからね。腹に生地を取られるっていう。公式のホームページから、うん、あの注文できるんですけど、うん、受注生産なので、うん、3月5日の日曜日の23時59分までに、うんうん、3月5日中にご注文いただけると4月の末にはお届けできるということで、はい、よろしくございますか。はいはい、黒かな俺は。もういや逆にもうほぼ無地のグレーもいいかもしれないな。色がおしゃれですよね。うん、色がね、なかなかないもんね。はい、あ、グレーいいかな。だって自分でゴロワズって言ってるのバカだもんな、相当。そんなことないです。俺はグレーで行こうかな、じゃあ。はい、あの皆さんぜひよろしければお願いいたします。詳細は概要欄に貼っておりますので、そちらからご覧ください。はい、生配信でみんなで着るっていうのもそうだね、うん、そうしよう。はい。